はい、こんばんは、カナリーイエローです。ドワーフフォートレスやっていきましょう。現在は春が来ていますね。そう、これから4年目のシーズンに入ります。で、こちら現在は木材を取ってるんですが、これは1名死にましたね。残念。こちらウッドカッターが溺れていますね。いや、これはどうしようかな。ああ、死んでるわ。これもう死体回収できないですよね。おそらくは、作業中に誤って転落。これは残念ですけど。さあ、そしたら残りのメンバーで木材を回収しましょう。今回の春はサボテンが入ってくれましたね。そして現在人口ですが、なんと今66名いますね。実は結構子供が生まれています。はい、こちらベイビーが3人いますね。まあ実質労働力は60名ぐらいなんですけど、人口は増えてますね。さあ、こちらは番犬がいて、牧場がありますね。それから内部ですが、こちらコメントをもらいました。これ前回カビって言いましたけど、カビではなくて真菌。そう、やっぱり洞窟から菌が入ってきてるんですね。そう、これ草が生えてますね。グラスが生えています。で、どうやらこれうまくやると、この要塞内部を草が生えるので、放牧ゾーンをこの階層に持ってこえるらしいですね。そう、実際これ害がないみたいですね。ちょっとこれを回収しましょう。そう、実はこのキノコは回収できます。これすごいですね。まだありますね。さあ、キノコを取っていきます。さあ、こちらトラップゾーンにも生えてますね。これプランプヘルメットですよね。そう、これ食べれます。さあ、だいたい取ったかな。よし、じゃあ次は、また工事が必要かな。そう、やっぱり牧草地は、この階層に作りたいですね。なので、まずこれをくり抜く。このスペースに菌が入ってきて、まあ最後に草が入ってくれれば、この階で家畜が飼えます。あと、木材たくさんありますね。そしたら、では、チャコールを作ってくださいと。20ぐらい作ろうか。さあ、これで鍛冶屋がまた再開しますね。あそこは掘る予定。畑は種はありますね。さあ、これなんとかして、この牧場を地下に移動したいですね。さあ、こちら畑は、これは地下には持っていけないですが、こちらかなりお酒の材料が出ますね。さあ、種をセットしていきましょう。さあ、地下1階では、仕事が回ってますね。まあ、これは完了ですね。さあ、これが菌が生えて、これは、ベイビーが生まれました。これすごいな。今、赤ちゃんが、4人目か。そう、実は結構生まれてますね。どうしようか。もう少し、よげようかな。さあ、あそこに草が生えてくる。まあ、何年後かわかんないですけどね。さあ、現在人口67名。これすごいぞ。よし、まずベッドを作っておこう。寝る場所は必要ですね。あとは日用品。さあ、バレル、タレは、いりますね。食事とお酒を入れておきます。そう、あと瓶も作っておきましょう。よし、まずは、こんな感じ。さあ、あれがドワーフの赤ちゃんですね。何かを呟いています。さあ、こちらは、これは男の子ですね。お前はアヒル？動物が結構入ってきますね。あれは新メンバーかな？そう、動物は地上に行きましょう。よし、こちらをアサインしていく。まあ、猫はいいか。そしてこれはウサギ。さあ、牧場がだいぶギュギュになってますが。いや、これ全部地下で飼育はできるかな？おっと、あれは、さあ、アラートが鳴っています。あ、これか、スナッチャー、まずいね。さあ、ベイビーをさらいにゴブリンがやってきました。見えるか？さあ、ゴブリンは、
わ、あれか。2体いるね。牧場は大丈夫か。あいつら子供を狙っている。さあ、これはどうしようか。跳ね橋はさすがに遅いか。そうなると、じゃあこれは兵士で迎え撃つか。さあ、この部隊を選択して、アタックの命令を出します。さあ、こいつらを。よし、これでじゃあ確定。うわぁ、これ大丈夫かな。これ避難する？もう遅いかな。よし、じゃあこれでゲーム再開。おっと、これは、うわ、3人いた。ちょっと待てよ、これ。うわぁ、そう来るか。じゃあ、この3体を指定して、これで攻撃。よし、行け。うわ。うわ、死んだ。いや、早かったな。さあ、帰っていく。さあ、血がありますね。これはやばい。なんとか防衛しましたね。現在、兵士たちは、通常のルーティンに帰ってますね。まあ、番犬も戦ってましたね。うん、これは優秀。うわ、死んでるわ。ゴブリンめ。うん、これ死体がやばいですけど、まあ、動物は被害なしですね。さあ、ドワーフ、子供は大丈夫かな？よし、全員いますね。よかった。さあ、今度は何だ？あ、メイヤーが誕生した。あ、これは、つまり？うん、彼女が、メイヤー、市長に選ばれましたね。さあ、メイヤーが誕生すると、いろいろ準備が必要ですね。スタディ、ダイニングルーム、それから、部屋が必要ですね。チェストが2個必要。それからキャビネット、ウェポンラック、アーマースタンド。そうか、じゃあまずこれを優先かな。わ、これなんだ？いつからあった？ミアズマ。あ、何か腐ってますね。わ、これまずいな。まあ幸いあの1箇所だけですね。これ死体は関係ないのかな？うん、地蔵問題なしですね。こちら、現在、メイヤーの部屋を作っています。壁を作って、さあ、家具を置いていきましょう。こんな感じかな。それから、ウェポンラックが必要。よし。あとは、アーマースタンドか。アーマーが、ない。そっか、じゃあ、これを作ろうかな。さあ、これなかなかの大きさがありますね。スタディとダイニングが必要。じゃあ、まずこれを部屋に指定しよう。で、メイヤーをアサインする。よし、ベッドルームはいいみたいですね。あとはスタディとダイニング。ダイニング、これは違うのかな？これアサインしてみる。ああ、ダメっぽいな。ディーセントではないですね。いや、こいつめんどくさいな。さあ、椅子を置きました。それから、テーブルがありますね。ないか。まあいいか。じゃあ、これさらにオフィスを設定すればいいのかな。これでアサイン。さあ、これはなんだ。なあ、何か作れと言ってますね。さあ、彼女は現在、何か欲しいかというと、あ、スタディもダメですね。これは部屋がすごいか。あ、なるほど、セプターを作れと。おっしゃっています。さあ、これなかなか大変ですが、今回ついにメイヤーが誕生しましたね。そんな感じで、では今回の動画はここでおしまい。続きはまた次回に。もしよかったらチャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。